ていうかさ、もしかしてプレイステーション4版だと2話大使を見ることできなかったのか。目が覚めたか。せめて2話大使が生きていれば魔王を倒す手がかりを得られたかもな。ま、過ぎたことを言っても仕方がない。そろそろ行くか。結構殺しやがる。2話もそうだしさ、あの、なんだっけ、あの人魚姫もそうだよな。名前をとにかく覚えてない。とにかく忘れる。天空霊山論説。人は世なれ、世は人なれ、善を尽くして世に仕えること。これはまさに善なる世を守ることなり。人よ善よ、苦楽悲楽あいあい人よ、これまさに天空をつく霊山に生まれしどれだの子の志なり。俺もそう思う。ぜひ返し、お寿司いただき棒。これレシピがあればいいのに。お寿司いただき棒の、お寿司いただき棒二刀流を完備するさせて。伝説の武具をご存知が、海を歩けん雲を落とす杖、いなすらお寿司いただき棒である。お寿司いただき棒の起源は里の起こりまで遡り、秘めたる不思議な力によって里の長となる大使を導き決定すると言われている。一説によれば、命の大使の枝から作られており、距離に踏まれようとも壊れぬ頑丈さを備え、鋼鉄をも砕く破壊力を持つという。マジかよ、最強じゃん。節制を破った僧に対して押し頂き棒の刑が炸裂することは有名な話であるが、その痛さときたら死が二つに割れるほどだろう。やべえな、最強武器だ。かわいいですね。おはようございます。昨日の時は楽しんでいただきましたが、え？俺いつの間にか宴してたらしい。知らない知らない、そんなの。かわいい。宴ではどれより美味しかったわ。さすが世界三大料理だけあるわ。世界三大料理決めようぜ。ワタパチと、かば焼きさん太郎と、ラーメンは入ってくんだろうな。ラーメン入るよな。ラーメンというカテゴリーだけで大量にあるけど、とりあえずラーメンというジャンルを入れていいと思う。それで修行者の安否は？申し訳ありません。参道の魔物は我々の手に負えず、修行者を発見することもできませんでした。強いみたいな感じじゃなかったっけ、ストーリーが。そうですか。魔物ごときに。三歩大掃除を、何か困りごとでも？ああ、お二方、実は半月ほど前に一人の修行者が里を訪れ、ドゥーランダ山頂へ向かったのです。たった一人で？何故そのようなこと？わかりません。ですがその修行者は里の者から大使が亡くなったことを聞くと、何も言わずに山頂へ向かったそうです。山には魔王の影響で凶暴化した魔物が住み着いているため、迷惑なやつだ。救出のために僧兵を派遣したのですが、この通り怪我をして戻ってくる始末。それでどうしたものかと思案していました。日々修行を積み重ねながら、肝心な時にその成果を発揮できないとは、自分が不甲斐ない。パーティーメンバーは誰かなのかな。では我々がローだったらローって言うよね。ロー様がっていうだろう。ある修行僧がみたいなことだから。申し出はありがたいのですが、大切な使命があるあなた方に迷惑はかけられません。しかしその修行者をこのまま見捨てるわけにはいかない。なあ、いいだろう。里の者には一宿一飯の恩もある。その修行者を助けてやろうではないか。いいよ。あ、いい選びがあった。ですがご公儀に甘えてばかりもいられません。嘘だろ。私も一緒に連れて行ってください。強そう、うん、
では早速ドゥーランの長場になる感じじゃないよな多分。山頂へは里を出て東の道から行くことができます。長場だけどなんか後ろをついてくるよ。あのなんか先頭にあると無敵になるやつじゃないの。お尻嫌がる。クエストがありやがる。ね、私は最初のデート覚えてる。一緒に見たドラゴンの群れすごかったわね。あの幻想的な光景は一生忘れないわ。覚えてね。嘘だよ。なんで嘘か。もううるせえよ。連携技を使って強敵のものを倒す。集中のカード。連携を使え、はい、ルーダキオの外にスノードラゴンというものがある。ヒロしか現れないとても強いもの。連携技の排水の覚悟を使ってその名を倒してください。排水の覚悟を使うと浮力が高まり守備が下がる。捨て身使えばいいんじゃないのそんなの。捨て身と何が違うんだ。捨て身以上に効力があるというのか。排水の覚悟。俺とグレイグ二人の守りを捨てて効力超アップ。こいつだっしょ。クロスボウが役に立ったらと。なかなか強い。防御力をあえて落とす。おい俺ばっかり食らって。ほら俺ゾーン入っちゃう。グレイグ入れ早く。やばいぞ。グレイグ一生捨て身しよう。ドラテンでよく間違えるやつ。間違えた。バイケイトが入ってるのに捨て身を使って防御だけ落とすやつ。我が身朽ちるとも。これ来ただろ来ただろ。で来ねえんだ。ゾーンが終わる。早くしろ。必ず勝つ。間違いすぎだろグレイ。俺じゃないんだよお前だから。本気で行くぞ。来た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 。普通捨て身のさ2回捨て身やっちゃった状態じゃん。マジかよ。全身全霊切りいくぞ。強い。終わっちゃったよ天下無双見る前に。さあ進もう。クエストクリアした。いやはやお見事。あなた方から発せられる気でわかります。どうやら修行やりとくというですね。よし、ちょろいなクエスト。これは余談ではありますが、かつてローという方が強敵を前にすると逃げ、結局この修行を達成できませんでした。逃げてるよ。何でも大使様からわざとお仕置きを受けるためだったとか。やっぱりな。ローのようになることになるから。やっぱりわざとだったんだ。お尻を叩くあの人にお尻を叩いてもらえるんなら
俺はちなみにそういうのはないけど、ゾーン突入率が 1% 増える。なるほどな、微妙かもしれん。 1%2% って誤差にしか感じねえな。いやだってさ、鉄が割れるほど強力な棒だよ。素手で叩いてもらえるんならいいけど、マジでそれはいいんだ普通に。でもさ、その棒が強すぎてさ、あそこなんかあるぞ。あ、すいませんね、ちょっと今人を助けに行かなきゃいけないのに。あ、こいつ乗れるタイプじゃなかった。天下無双だ。強い。こいつ強えな。やばいぞ、マジで脅かされるんだけど、神とかも。神とマルティナがやばい。マルティナはまあ入れるけど。で、これでいて硬いんだもんな。それ強いわ。しかもベオエミが使えるんだよ。よくない？しかも回復ができる。主人公で。いや、俺を脅かされそう。これで両手剣持ったら脅かされてた。危ねえ。で、俺、こいつ両手剣渡したら強いだろうな。これ、あ、怪しくないか、こんなの。魔封じの杖。ここで杖が手に入るっていうことは、この後もしかすると、もしかするぞ、杖が出たっていうことは杖が装備できるキャラ、ただローじゃないはず。ローじゃない両手杖が使えるキャラなんだ、きっと。いやー強そう、ブラックドラゴン。こいつは強そう。でこいつさ、こいつ序盤にさ、俺と神襲わなかったっけ。かっこいいよな。一番かっこいいかもしれない、このグレートドラゴンのモデル。強いな、いいね。でももう黄色か、お前終わりだ。波動は我に有り。目が開いて落としそう。意外と剣士とかがしょぼい。うわー、ドラゴン乗れるやつ。あれ、こっちだって、同じとこに来てるような、なんか光景。ブラックドラゴン、自分のかっこいい、かっこいい角度分かってるよな、本当にな。ちょっと横を向く感じ。あ、ごめん、間違えて撃ったんだわ。鳥山明はあのかっこいい角度忘れちゃってる気がするわ。かっこいい角度忘れんな。バトルレックスとかもかっこいい角度じゃん。あのちょっと竜王とかと似てる。なんかみんなドラゴンってかっこいい角度だな。
ソーサリーリング、やべえ、 MP が回復するです。え、戦闘後に10回復するってチートじゃないか。だって天下無双 MP 消費8だぞ。1試合に天下無双1回打ってもブラス2増える。やべえ、誓いのペンダントが縛りになってる。グレイグが大切なペンダントこれさ、俺も縛りがあるんで、エマのお守りとかいう、これしかも強化できないしさ、魅了と呪いを30パークするから悪くはない気はするけど、守備が1しか増えない。まず味方と合流でしょ。え、嘘。え、ちょっと待って、なんか怖いんだけど。まずこれ寝る朝まで。いや、なんかローのさ、ガリガリバージョンみたいな人がいるの。こいつは見るに耐えんな。もしやこれが一人で山頂に向かったという修行者なのか。死んでんの。きっとそうに違いありません。しっかり座禅を組んで息絶えたところを見るに、この者は覚悟の死を遂げたのでしょう。しかしこの姿どこかで見たような。やべ、ローに似てる声ローじゃねえだろうな。やれ、嘘だろ。これは数ある無夫婦本の中でも最高と名高いピチピチバニーではないか。お前な、ということ。不幸中の幸いとはこのこと。この修行者、哀れな最後ではあったが、きっと幸福に包まれて。空中の幸いってこれのことじゃねえだろうな。ん？は？これはユグノア王家の者が持つ首飾り。こんな貧相な修行者がなぜこれを。これローじゃないよ、痩せてるもん。まさかこの修行者は。ロー様、そうか、老様は二馬大使のマナです。おそらく大使が亡くなったことを知り、世を儚んで安らかな死を選んだのだろう。いや、待ってください、まだ息があります。なんだと。おそらく老様の御霊は今生と死をさまよっておられると思われます。なんでグレイがあんなことギャグにしちゃうんだ。このままでは死。いえ、一つだけ老様を救う方法があるかもしれません。あなたが冥府生と死の狭間にある世界へ赴き、老様を救出して戻ってくるの。そんなガチな感じなの。なんかお尻叩き棒で叩けば治るとかかと思った。だがどうやってそんなことが可能なのか。実はドゥーランダ山頂にあるこの御堂は、古来より冥府と通じる霊源あらたかな場所だと伝えられます。私が里に伝わる分霊の儀式を行って肉体から魂を離脱させれば冥府に入ることができるはずです。ですが冥府は生と死が揺らぐ世界。聖者であるあなたが行けば二度と帰ってこられないかもしれません。え、じゃあ行かないだろ。それでもあなたは老様、行かないでしょ。あなたのおじい様を救うため。いや、普通行かないよ。これは普通に行かない。だって勇者だもん。いや、いいえ、迷っている時間はない。一刻も早く手を打たねば。
ロボ様は本当に死んでしまうぞ。でも俺が死ぬかもしれないんだぞ。だったら行かないでしょ。俺で勇者だぞ。ローがいなくなったら、ローがいなくなることは確かに悲しいことだけど、ローがいなくたって世界を救えるかもしれないじゃん。俺の力、ローなんていらないよ。あなたのおじい様を救うため、冥府に行きますか。行かないって言ってんだろ。迷っている時間はない。迷ってねえよ。いいえって言ってんじゃん。ロボ様は本当に死んでしまうぞ。普通にやったまくる。それではもう一度聞きましょう。よく考えて答えてくださいね。考えて答えてくださいね。それでもあなたは考えてねえよ。いいえだよ。考える必要もない。あなたのおじい様を救うため冥府に行きますか。行かない。迷っている時間はない。ロボ様は本当に死んでしまうぞ。一回死んだと思ったらいいだろう。お前その手に持って本ももらえるぞ。それではもう一度聞きましょう。よく考えて答えてくださいね。それでもあなたは冥府に行きますか。もう戻れないかもしれないって言われてんだよ。うん、わかりました。それではあなたを冥府へと送りましょう。心の準備ができたら行ってください。これさ、俺リアルにこれがあっても俺行かないよ。自分のおじいさんがもう二度と戻ってこれないかもしれないけど行きますかって現実で言われても行きませんっていう。だって俺戻れなくなるかもしれない。初代大使の武道家を見つけた。妻や子供だったら行く。年寄りだ。だってはごめん、なんて人が全然来てなかった。あ、間違えた。さあ、あなたを送ります。すべての魂が帰る場所へ。間違えた。ドゥーラリーホー。何て言ってるか見るために保存する。ドゥーラリーホー。おい、なんだその変な踊りは。本当に大丈夫なのかね。俺らが来た時にやられてたじゃん、これ。俺らを冥府に送ろうとしたのか、あの4人。自分が死ぬかもしれないのに、なんか自分の妻子もしくは父ちゃん母ちゃんまでだな。行くとしたら血のつながりが一個飛んだら若干他人になると思う。おじいちゃんおばあちゃんは年齢というものもあるしな。てかエマ様じゃん。エマじゃないんだ。なんだっけ、ま、エマじゃない、間違えた。エマは俺の幼馴染だ。マナンとかだ。あらあら、夜べなくさまよう哀れな魂がまた一つこの世の果てに流れ着いたようだね。顔を見てみりゃまだ若い。こんな子が冥府に落ちるなんて、ほんと神も仏もありゃしないよ。ずいぶんほうけた顔してるけど、あんた自分がこれからどんな運命をたどるか。もうローがあれで死ぬ代わりにさ、ローがあれで死ぬ代わりにこの、エマじゃなくて、マナンとかなんで、マナンとかが仲間になればいいのに。エマがローフに、ローフじゃない、なんだっけ。へえ、あんたの年でそこまで知ってるとは。こりゃ大変だ。マニか。世紀の大天才が現れた。現世に戻ってみんなに知らせなきゃね。ローとマニ交代でよくない？なんて、そんな嘘に騙されるかっての。あの世に来てまで知ったかぶりするなんて、ほんと見えっぱりなやつだよ。仕方がないね。無知なあんたにこの冥府について少し教えてやろうか。なあ、鈍いあんたでもわかるだろう。見ての通り、この世界には何もない。そう、ここは無の世界なんだ。建物と間にさえ家じゃない。本来冥府へ誘われた魂は新しい命として再生するために大樹へ向かうんだけどね。
魔王によって大樹が失われた今、冥府は完全な無の世界になった。哀れな魂の行き場は永遠に失われたのさ。だからあんたの魂はもうすぐこの虚無の中で消えちまうんだよ。へえ。大樹による生命の循環は断たれ、やがて全ての命は消え去る運命にある。魔王がいる限りこれは変えられない。悔しいだろうけど諦めな。もうどうしようもないんだよ。全ての命の源、大樹の魂を手に入れた魔王に何か試されている気がする。叶う者がいると思うかい？いるわけないよね。そうだな。でもさ、そんな魔王に逆らおうとしている奴らがいるらしい。ほんと、どいつもこいつも往生際が悪いったらありゃしないよ。一体誰なんだ。聖なる波動で複数の刃が交差するとき、迷うき光の星雲が生まれ、闇に閉ざされた世界を希望の光で満たさん。もう一回読もう。聖なる波動と不屈の刃が交差するとき、なるほど、謎解きとかじゃないのこれ。謎解きとかじゃねえだろうな。何？